みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム、今日はなんとなんとこの方に来ていただきました。どうも、島田秀平です。ナム、お願いいたします。ありがとうございます。いやもう嬉しい。めちゃくちゃ話うまくて面白いですよね。そんなことないですよ。もうなんかね野口美穂とは思えないぐらいのすごい流暢でポップな本名やめてください。あ、本名ダメ。本名は本当にあの売れねえ名前だなって言われてるんですよ。それどなたに言われたんでしたっけ。萩本欽一。じゃあ多分そう。じゃあ多分そうです。しかもこっち何も言えないですけども。そう、しかもその後にじゃあ柴田にしろって言われて、よくわかんないですよね。いやよくわかんないですよってツッコミもこっち何も言えないですから。もう金ちゃんすごいですからね。はい、なんてみほとけちゃんでやらせてもらってます。はい、そしてなんとですね、島田秀平さんのお開運巡りというチャンネルにみほとけ出させていただきまして、はい、その記念に私のチャンネルの方にも出演していただけるということで、いやもうファンになってしまいまして、マジでこの人すごいなっていう。ありがとうございます。本当このね、お寺仏像愛が溢れてて、はい、お好きなんだなって。またおしゃべりも上手だし、なんかね難しい話をねすごくポップに、はいはい、噛み砕いて分かりやすく話してくれるんですよね。はい、ありがとうございます。ここをですね、もうショート動画にして、ええ、ずっともう再生させ続けますので、今の言葉を野口美穂の部分をですね、やめてくださいね。違いますよ。いや素晴らしかったです。いや、ありがとうございます。はい、島田さんにちょっと聞いていただけるのが嬉しくて喋り続けてしまったんですけども、はい、こちらのチャンネルでは島田さんやっぱり手相を見ていただけるじゃないですか。はい、なので仏像の手相を見てください。お願いします。あなたのじゃないですか。普通こういう時って、はい、私の手相お願いしますなんですけども、やっぱ仏像好きすぎて、はい、自分じゃなくて仏像の手相。そうです、仏像の手相。これすっごい屈辱的って思うかもしれないですけども、はい、実は皆さん、はい、仏像って手相あるんですよ。やば。いや、これね、もう僕もちょっと言いたいのは職業病なんで、はいはい、本当にね、もう手のシワを見る変態なわけですよ。だから普通に生活してても、はい、ついつい人の手を見てしまう癖があるんですね。いや、例えばこう電車乗ってる、はい、釣り革を持ったサラリーマンの方、はいはい、手を見て、あ、結婚生活うまくいってないのかなとか、うわ、やだな、あ、なんか胃腸疲れてんのかなとか勝手に見ちゃう癖があるんですよ。うわ、でも良くないのが、はい、ドラマとか映画見てても見ちゃうんですよ。はい、うわ、入ってこないですね。嫌なのが24、はい、海外ドラマね、はい、めっちゃ破天荒なジャック・バウアーって主人公でしょ、はい、ジャック・バウアー、はい、手相パッて見えたんですよ、はい、すっごい気遣い線が入ってたっていう。めちゃめちゃ気遣いやみたいな線があってて、あ、無理してんのかなとか入ってこないんですよ。繊細なんだ。そう、そ、あれ、アバター、アバター今ねやってますよね。あれめちゃくちゃ CG じゃないですか。そうそう、なのに手相あるんですよ。すごい。で、自然と共存する宇宙人とか言ってんのに金融線めっちゃ長かったりするんですよ。やだ。っていうのがね、こう見てなんかこういろいろこうはーって思っちゃうぐらい職業病なんで、いろんな人の手をね見てしまうわけなんですよ。あ、もうあれですよ、僕階段とかね、結構心霊スポットも好きですけど、はい、時々あるじゃないですか、はい、心霊スポットに何か謎の血の手形みたいな、はい、ありますね。あの手形も見ちゃうって、ね、いや、めちゃくちゃ怖くない。で、やっぱ生命線短いなとかいろいろね、やっぱ早めに死んじゃう。分かんないですけど。いやだ。っていう中で、はい、やっぱお寺僕も好きなんで行くんですけど、はい、やっぱりね、仏像、やっぱりもしかしたら手相の発祥ってインドって言われてるんですね、はい、でもちろん仏教も、まあ、インドが発祥なんて言われてるじゃないですか。そうですね、だからなのか分かんないけど結構ちゃんと手相が彫られていて、さらに面白いのがその仏像に合った手相が彫られてるんですよ。わ、すごい。じゃあ逆に言うと、もしかしたら仏像の手相のその辺を解明して手相学が始まってたりするんですかね。だからやっぱり同じ発祥の地なので、うん、彫る方が、まあ、手相の知識もあって彫っていたのか、もしくは彫る時に、はい、なんかこうゾーンみたいな、はいはい、ある意味そういう状態になってたんで、無意識にその手相を彫ってたのか分かりませんけど、はい、すっごい面白い、見ちゃうんですよ。だからみんな京都とか行ったら、はい、大体こう仏像見たらこうお顔が綺麗だねとか、うん、あ、ポーズがねっていう中、僕一人だけなんかこう後ろ回り込んでこうなんか 手を見てる。手のひら見ちゃう。千手観音大変ですよ。大変な、めちゃめちゃあるから。千手観音の一個一個全部手相があって、でその手によって手相も違うんですよ、
嘘ですよ、シワですよ、持ちシワ。嘘嘘。だからそのちょっと楽器をこう持ってるような手だとちょっとこう芸術的な線があったりとか。本当ですか、それ本当すごい発見ですね。すごい発見で、あとはその悟りを開いてるようなそのお釈迦様とかの手相って軒並みめちゃくちゃいいとか。いやーすごい。そのお釈迦様ってやっぱ今は仏様として仏像になってますけど、まあインドに実在した人間ですから、かつてのそのお釈迦様が生きてた時代のあの姿をもう一度拝みたいねってことで、まあ、お釈迦様が亡くなってだいぶ経った後に掘り始めたのが仏像なんですけど、なんでやっぱ当時の姿としてお釈迦様ってこんな見た目だったよっていうのをこ うまく吹き込んだ人が、まあ、初めて仏像を掘り始めた時にきっとお釈迦様の手はこうだったよみたいなこと言ってたんですかね。めちゃめちゃ 手相いいですよ。すごい、さすがだ。だから そういう感じで見ちゃうんで今何ですか、仏像の手相を見てくれって発注ですよね、はいはい、あの大歓迎です。俺やった初かもしれないですよね。初ですね。仏像の手相を見ていただける、はい、でそれで私がやっぱ仏像の手相でハッとひらめいたのが、うん、はい、あの室生寺っていうお寺さんの釈迦如来、あ、お釈迦様、お釈迦様、釈迦如来座像っていうのが本当私はイケメン仏像として大好きなんですよね、うん、そのもっちり体格いいんですけど顔はスマートっていう、はい、そんな方の手が、あ、今このお写真出てるやつですね。はい、今これちょっと出しますね、はい、あ、確かにあのすごくこう何とも言えないこう素敵な表情で、そうなんですよ。でこうね、こうなんかこう滑腹いいですよね。滑腹もいいんですけど、うん、ただすみません僕やっぱ手にしか目いかないですねちょっとね、ちょっとね偏りすぎなとこありますよ。なんならだってこう、はい、島田手見てっていう、こう瞬間に見えますもんね。いや、そうなんですよ。もう手相見てくださいね、こういうことしないっていうので、これじゃあ手相といえばこの方がちょっと思い浮かんだんで、はい、ぜひねちょっとこの手相を見ていただきたいです。あ、いいですね。結構しっかり刻まれてますよね。そうですね、はいはい、っていうところで、まずパッと見なんですけど、はい、まずこの親指の膨らみ、はい、めちゃめちゃふくよかですよね。あ、ここの膨らみも意味が、あ、意味あります。へ、はい、まあ、ちなみに手の厚さっていうのはその人の情の厚さに比例するっていうんですね。すごいでしょ。すごいっす。もう分厚くってここなんかもうもーって盛り上がってる。どんだけ情に厚い優しい方なんだっていうのはまずこれで分かりますね。そうなんですね、はい、でそしてやっぱりあったのが、普通手相ってね、頭脳線とこうね、はい、感情線とこう横線2本あるのが、はい、こうビーって一直線こうつながってるんですよね。しかも深くバスーッと、はい、これがマスカケ線といって、はい、天下取りの層という、はい、とんでもなくいい手相。そして縦線がびっしり見えてますよね。バッサリもうシャキッと入ってますね、はい、運命線、別名成功線、これがある人は自分の道を突き進んで成功しますよというとてつもなくいい線。めちゃくちゃいい手相です。すごいそんなもうお釈迦様そのものの話じゃないですか。もっと持ってきてくださいよ。これからだから、はいはい、いろいろねお寺回るわけじゃないですか、はい、その時にお写真撮るのもいいですけども、もう島田のことも思い出してもらって、はい、毎回こう手の写真も見せなきゃですね。で本出しましょうよ。なんかその、いや、出したいですよ。釈迦の手、仏の手。そうだから、はい、いろんなねこう仏様仏像の、はい、カラーの写真集の横とかに、はいはい、手の写真も全部あって、そこを島田が手相鑑定していくみたいな、はい、いや正直めちゃくちゃマニアックだけどめっちゃ刺さりますいい、めちゃくちゃいいと思います。本当じゃあやってほしいですね、はい、あの興味がある出版関係の方ぜひお願いいたします。釈迦の手の、いやもう手がもちもちしてるところは仏像ファンの一つの楽しみのポイントなんですよ。あらなんてふくよかなって、あの赤ちゃんの手ってよく例えられるんですね、はいはいはい、それが情の意味があったっていうのは、そう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 、かなり感動しました。あとこの手相だけじゃなく人相学的に言うとやっぱりこう仏像って福耳が多いですよね、はいはいはい、はやっぱりこうお金にもそうなんですけども、やっぱこう人に恵まれるとかやっぱ優しいとか、はい、器の大きさなんかを表すんですけど、あやっぱりあるんだなとか思ってました。じゃあもう最強ってことですよね。運命もマスカケも全部まっすぐあって、天下取り、もう天下取ってますもんね。ですごく優しい、情に熱いっていうね。うわ、うん、本当にお釈迦様の慈悲を今改めて手で現れたすげえ面白い。いやいや、もうちょっとやりましょうよこれ。やりましょう、ね、はい、ぜひ。今回せっかく呼んでいただいたんで、はい、ちょっとね、あのやっぱりこう見てる皆さんに少しでもこう開運していただきたいと、ありがたやいうことで、はい、まあ、今年2023年始まって、はい、まあ、ちょっと経ちましたけども、はい、じゃあ改めて今年どんなことをしたらいいのか、
でどんな風な年になりそうなのかっていうのが簡単にできるね占いがあって皆さん一緒にできますんで、はい、なんか最後それ紹介させていただいてもいいですか。お願いします。はい、これねとっても簡単なんですよ。あのちょっと皆さん書くものとね、はい、あのまあこうね申し訳ないですけど、はい、そんなにその簡単にできるものっていうのをそこまでまだあれですよ、信じきれてないというか、はい、大丈夫なのって思ってますよまあ一つの参考程度にね、あそうなんですか、はい、していただきたいんですけども、はい、これねあの今年頑張るべきテーマが分かる占いなんですけど、はい、これ計算ちょっと必要でとても簡単なんです、はい、出し方はね、はい、まず皆さんね、占いたい年、占いたい年、今年は2023年ですよね、はい、2023の後に自分のお誕生日をね書いていただきたいんですよ。みほとけちゃんは何月何日生まれ。10月27日です。はい、なのでこういうふうに占いたい年の後に誕生日を書きます、はい、来年を見る場合は2024ですよね。へー、あ今年じゃなくてもいいですね。だから占いたい年ですから、はい、3年後見たい場合は2024とか5とかねこう書いていただきたいんですけども、でこれ書いた後に全部バラバラにして足していくんですよ。ほう、2+0+2+3+1+0+2+7は17って出るんですね、はい、で最後こうやって2桁になるんですよね、はい、で最後2桁になるのでこの1の位と10の位またバラバラにして足すんです。そうすると1+7は8という数字が出てきますけど、占いたい年の後に誕生日を書いてバラバラにして足す、はい、で最後1の位10の位ねそれもバラバラにして足すって感じで1から9の数字を出してほしいんですね。ほう、で最後が28とかなった場合は2+8は10ですよね、はい、10ってのを1+0で1と出しますけども、ほうこういう感じで1から9の数字で、みほとけちゃんは今年8です、はい、っていう風に出た数字というのが今年のテーマ、頑張るべきことが分かる数字なんですね。へえ、それだけで、はい、へえ、何の因果があるんですか、すごい。これ数秘術とかっていう占いなんですけども、こういう、はい、結果になってくるんです。え、これで決まってるんですか。1番スタート種まき、2番出会い人脈作り、3番花開く楽しみきる、4番基礎固め家庭関係、家関係ですね、はいはい、5番天気チャレンジ、6番自己犠牲人に尽くす、7番自己投資勉強、8番あるがままに自然に、9番けじめ集大成断捨離。あ、結構本当9個さまざまな意味ですね。です、でこれ1年ずつまたこれ上にこう下がって、どん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 こう上がっていくというか、今年だから1の人は来年2だし、はい、今年9の人は来年1だしということでこう順々にこう巡ってくるやつなんですね。なるほど、1年ずつ、じゃあもう9年かけてスタートから花が開くまで一周してまた1に戻るってことなんですけど、だから今1番って出た人はやっぱりこう種まき何かを始めとくといいですよ。そうすると次の年2の年出会い人脈作りモテ期と言われてますが、はい、いい出会いがあって協力者増えますよ。で3の年それが花を開いてくるので、とにかく考えすぎず楽しみきりましょう、結果いい結果出ますよというご褒美の年、うん、で4番は基礎固め家関係と言われていて、ここでこう花開くんだけどそれにこう甘んじないでもう一回基礎固めましょうと、人間関係も仕事も、そして家も基礎なので、まあ、ちょっとこう家関係引っ越しとかあと模様替えとかそういうのもいいですよって年が4なんですね。で5番が基礎を固めた後もう一回ジャンプアップ、転機チャレンジをするとすごくいいですよ、まあ、転職だったりとか少し上を目指すとかやり方を変えるみたいな。でその後に6番自己犠牲人に尽くす、まあ自分だけじゃなくって周りのためにこう頑張るっていう、そういう心持ちでいると人貯金でいろんなこう見方が増えますよ。で7は自己投資勉強、習い事とかするとそれがすごく身につきますよ、だから勉強しましょうという年で、みほとけちゃん8なんですよ、はい、あるがままに自然にという年は、はい、この前の2年間で頑張ってた勉強なのが結果として過去7年の頑張りが報われる年と言われてるんですね。嬉しい。なので今年はやってきた成果でどんどん嬉しいことが出てくるので、どん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 もう考えすぎずにやってった方がいいっていう。へえ。そうするといいところに流れ着いて来年旧けじめ集大成断捨離形になると思うんです。うわ、だ去年まで勉強して頑張って身につけてきたこの知識ですよね、はい、それが今年わーっと皆さんに広まっていって来年旧の年に本になるとか、本になる、あとはその形ができて、もうこうお寺関係といったらみほとけちゃんだよねってことがもう皆さんに周知されて、また一新たな人生が始まってくるっていう。うわ、
いやでもこっからまたスタートに戻るっていうのが人生ですね。なんかそうでしょ、スタート集大成の後また始めるっていうのはやっぱ人生感じました。はい、はい、なんでね、ちょっとまあ、はい、あの皆さんとても簡単にできますんで、ちょっと今年どういうこと頑張ったらいいのかなってね、はい、今考えてる方はちょっとこれ参考に、例えば今ね、あの、はい、8の人ですよ、はい、私ちょっともう今会社辞めたいんだよなとか、はい、もうこのパートナーとは縁を切った方がいいんじゃないかって思う場合は、今年はとりあえず考えすぎずに過ごしてみて、来年けじめ集大成断捨離などでそこで決断してみるとかね。なるほど、はい、じゃあとにかく今はもう好きなお寺行って好きな本読んで、うん、好きなことずっとしてたら来年なんかありますよ。でさらに来た仕事に対して頭でっかちにならずに、はい、あ、何でもやってみますっていう。おー、なるほど。一回こだわりを捨てていろいろ試してみると、また新たなこう魅力が発見されてくるっていう、あるがままっていう、はあ、流されてみるってことを楽しむといいですよって年なんですね。はあ、わかりました。はい、なんか自分の生年月日と年を足すのでよく出ますね。なんか数秘術っていうから不思議ってこと。一番こう基本的な占いのやつなんで、はい、今日ね紹介してるのは、もちろん本当もっと細かく見たいところなんですけど、とにかく今日は一番簡単なやつを。なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。ちなみに、いいこれは年のね数秘術でしたけど、はいはい、全体的な方の運命数でいくと33番っていうね、33番っていう、そう、珍しい運命数、ソウルナンバー持ってる人で、まあそれはね、33観音とか好きですよ。それはでもあんまり関係ないんですけど、関係ないんだ。でもなんかね、すごくね、愛情深いとか、あと意外とこう何でも喋ってるようで本当に思ったことが言えないとか、あと恋愛重くなりがちとか、裏切りを許せないとか。やだやだやだ、うち占いってそういうね、隠してきたものが全部バレちゃうから本当に怖い。でも愛情深くてとかっていう、すごくこうね、はい、はい、気持ちの人なんだなっていうような、すごくいい、はい、まあ、数字はあったりするので。そう、はい、いやちょっと愛情深い一面もじゃあ見ていただけたということで、仏像への愛が、はい、伝われば嬉しいです。はい、なんでそんな急に照れてるんですか。あれ本当にね、この自分の本性がねこうバレるみたいな、本当にちょっともう照れくさいというか、もうドキドキしちゃうんですよ。で本当にあの仏像手相からいろいろ占いのあの数秘術などありがとうございました。そうですね、やっぱよくこう、はい、今普通に冷静だと考えてみたら、はい、今日初めましてで、はい、一応僕先輩なわけじゃないですか。そうです、先輩です。そこに急に来て、はい、あの島田仏像の手相見てよって、まあまあ失礼だもんね。そうですか。でも言ってくれたしありがとうございます。あ、そうですか、はい、お土産的にこう占いもありがとうございます。ありがとうございました。はい、島田秀平さんのお開運巡りチャンネルもぜひともご覧になってください。出ていただきます。はい、ぜひともよろしくお願いします。ということで以上、みほとけチャンネルのみほとけでした。そして島田秀平でした。ありがとうございました。ナムー。